第2代ポートランド公爵ウィリアム・ベンティンクは、グレートブリテン王国の貴族、政治家。1709年から1716年まで、ウッドストック子爵の儀礼称号を、1716年から1726年まで、ティッチフィールド公爵の儀礼称号を使用した。初代ポートランド公爵ヘンリー・ベンティンクとエリザベス・ノエルの息子として1709年3月1日に生まれた。1726年、父の死去に伴い、ポートランド公爵の爵位を継承した。1739年に創設されたステゴ養育院の初代総裁の一人になり、同年12月6日に王立教会フェローに叙されたほか、1741年にガーター勲章を授与された。第2代ポートランド公爵は公職を求めず、ブルストロードの領地で親しい家族や友人と過ごした。1909年のザ・ハンディ・ブック・オブ・リテラリー・キュリオシティーズによると、1749年のボトルテジナ市事件において、一人の男が1クォートの瓶に入ることを実演するとの噂を聞きつけた群衆がロンドンの劇場に集まったが、第2代ポートランド公爵もその一人だったという。第2代ポートランド公爵は1762年5月1日に死去、長男ウィリアムがポートランド公爵の爵位を継承した。ウィリアムは後にイギリスの首相を務めることになる。1734年7月11日、マーガレット・ハーレイと結婚、2男4女を設けた。ありがとうございます。